この先が大老街か。地図を売ってるな。大老街の地図か。後で使えるな。すいません。何かしら。文部がつく店を探してるんですが。文部陶器のことだね。文部陶器。この辺りの地図か。これはもう持ってるな。この辺りの地図か。すいません。何かね。こちらに唐李翔さんという方いらっしゃいますか。唐李翔。はい。いや、聞かないなだな。老子ということなんですが。老子。はい。それなら文部病じゃないか。そうですか。
この先は高架台か。文武廟、当李承老師はここに。あの、当李承という老師をご存知ありませんか？あなたは？日本から来ました。当李承老師を探しているんです。日本から？あいにくだけど、その老師のことは何も知らないわ。あ、君は老師に会いたいのか？老師をご存知なんですか？これが紹介状です。紹介状？陳陽、確かに老師から伺ったこともあるんだ。それじゃあ。しかしこれだけでは老師に会わせるわけにはいかない。君は四つの部徳を知っているか？四つの武徳？君も武術をやっているな。その体を見ればわかる。武徳とは武術家に必要な四つの心得のことだ。わかりません。それがわかったら老師はきっと会ってください。四つの武徳。ちょっといいかな？はい、何でしょう？武徳って。武徳なら老師様がご存…いや、老師に尋ねるわけにはいかないんだ。そうですか、私が知って…わかった。ちょっといいかな？あ？何？武徳って。武徳なら…いや、うん、わかった。どうじゃ、占ってみるか？当たるも八家か。こりゃ、わしの毛は百発百中じゃ。おい、すいません。占っていくか？一回$20じゃ。20ドルか。お金で己の運命を知ることができ、しかも迷いが晴れる。安いものよの。はあ。さ、どうじゃ。お願いします。それではそこに座って。あの、
と学ばざれば道知らずと出ておる。これは今のお主のことかの。はあ。ならば武を治める者に尋ねよ。ケはそう告げておる。お主にふさわしい師は武術家じゃ。武術家。わかりました。ここまでじゃ。それだけですか。20ドルではそんなもんじゃ。そうですか。ありがとうございます。あなたはさっきの。あなたはなぜ文武廟に。私には一つの願いがあるの。そのためにずっとお参りを続けているのよ。あなたにもあるようね。聞きたいことがあるんです。何かしら。武徳をご存知ですか。武徳は自分で学び取るもの。でも一体どうすれば。徳のある武術家ならば誰でも心得ているわ。武術家。訪ねてみることね。武術家か。1回5ドルか。ちょっと遊んでいくか。ん？もう少し遊ぶか。遊ぶか。やっぱりやめよう。なんだい。すいません。
一発やってくれよ兄ちゃん。やらせてくれ。台を選んでくれ。よし、これだ。まあ、こんなこともあるさ。よっしゃ、もう一回、どうだ？いや、やめとくよ。そっか、また来てくれや。